レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ファングプラス押し目買いランプ点灯中だが買えない、順張り投資家の苦の負けパターンにどっぷりハマっていませんか、ということでね。まあ今ね、起こるべきして起こる事象がね、ただ単に起こっているだけということなんですけれど、まあ私のチャンネルではね、これを常にね、ずっと警鐘を鳴らしていたんですけれど、聞く耳持たなかったファングプラスホルダーの人たち、今どんな心境ですか、コメントでね、教えてくださいと。さあ、それではね、早速今日のね、負けパターンにね、はまらないためにどうしていったらいいのか、検証していきたいと思います。スタートです。僕らは逆イールド観察隊。とうとう来ましたよ。アメリカ観測史上最大級の逆イールドの解消の時期がと。この逆イールド解消すれば、その後はリセッション入り、株価の下落が待っていると言われております。さあ、本当に株価のね、大幅下落が来るのかどうか。ただしね、株価の下落、暴落が来た時は大チャンスということでね、資産形成がたっぷりできると。そのために、逆イールドが発生してからしばらく経ってね、メンバーシップの方を立ち上げまして、メンバーシップ会員さんと一緒にね、資産形成をしていってる最中と、まだギリ間に合いますということでね、一人で資産形成するのは難しいな、どうしていたらいいのかなとお悩まれてる方、メンバーシップに入っていただいて、メンバーシップ会員さんと、そして私と一緒にね、資産形成していきませんか。メンバーシップご登録お待ちしております。さあ、NA ファング、ファングプラスの元指数ですね。こちらの方の週足のチャートの方を見ております。まあ、いい感じでね、下落していると。そしてこのね、黄色い線を引いているのが今年の1月のラインということになっておりますので、まあ、まだね、今年年始一括投資をされた方は、リターンかなりね、プラスが乗ってる状態で、まあ、余裕ぶっこいてると思うんですけれど、毎月購入して、このね、ファングプラスが最高値あたりでもね、購入してしまった人たち、もしくはね、夏のボーナス出た、よしだ、一括投資だとされた方はね、もうここから、かなりね、リターンの方が削られてるんじゃないかなと思うんですよね。しかもこれ、NY ファングのチャートなんですけれど、ファングプラスインデックスは為替ヘッジなしということになっておりますので、為替の影響も受けます。なんとね、時を同じくして、円高方向に振ってしまってると。円高方向に振れば、ファングプラスのトータルリターンが削られていくと。逆にドル高に向かっていけば、ファングプラスのリターンが増していくというね、状態になっておりますので、今株価の下落と円高、ダブルパンチを食らっているという状態なんで、メリメリとね、ファングプラスのトータルリターンが削られていっている最中ということになるんですよね。そして今ね、ファングプラスインデックス最新バージョンということで、このね、動画は8月3日土曜日午前中に撮っておりますので、8月2日の基準価格、こちらがね、動画を撮影しているね、中では、これがまあ最新情報ということになっております。55,005円というね、ことになっておりまして、そしてね、この設定来最高値が 67,148円まで上昇したわけなんですよね。まあ、この6万円あたりで購入されている方っていうのもね、もうね、最高値で購入した人だったら、もうすでにね、12,000円以上の下落を食らっているということになります。そしてこれが投資家の負けパターンということでね、負けパターンにはまっていませんかというのがね、どういうことかと言いますと、ファングプラスがどんどん上昇していったときですよね、ドルの方も上昇しておりましたから、今日買わないと明日になったらまたファングプラスがね、上がっていってしまう、価格が上がっていってしまうということでね、こう、上昇相場の時っていうのはもう一日でも早く買わないとということで、早く給料入れとかって思ってね、そして給料とかボーナスがね、出たらすぐ買うと。これがね、まずは順張り投資家の感覚ですよね。一日でも早く買わないと、次の日とか、2日後とか3日後になったらね、ファングプラスがどんどんね、高くなっていくということでね、ファングプラスが上昇していってる時っていうのはね、負け投資家の人たちっていうのを買いやすいんですよ。どんどん買っていくんですよね。ですけれど、今のように下落が始まった時っていうのがね、買えるのかなと。それは今買っても1日後、2日後にさらに下落していっているということになるんでね、買うタイミングっていうのがなかなかつかめなくなってくるわけですよね。そして、どこまで下落していくのかがわからないので不安になって買えない。
逆にその不安になって買えない間にどん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 トータルリターンの方が削られていく。トータルリターンがプラス息が風前の灯火となった時にもうプラス出てる間に売ろうかななんていうふうにね思って売ってしまったりとか、まだ大丈夫まだ大丈夫スポット購入しようと思ってて、トータルリターンパッと見たらね、マイナスになってる、あかん損切りだとかって言って、まあ、損切りが始まっていくというね状態になっていくわけですよね。設定来最高値から 30% オフで 47,003円、 50% オフで 33,571円、ここまで到達してしまうんじゃないかと思うと、今の 55,000円が買えないという状態になってくるわけですね。これが負け投資家のパターン。上昇していってる時にどん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 と、労働収入からの資金を注入していって、高いファングプラスイコール弱いファングプラスを買う。そしてファングプラスの下落が始まって、しかも今回は株の下落だけじゃなくてね、円高にも振っている。我々日本人が円高株安の恩恵を受けれるこのチャンスに買えないというふうになってきます。そらそうですよね。株上がっていってる時に買って、下がっていってる時に買えないんだったら負けるに決まってるだろうということでね、こんなものはね誰が考えても分かる話なんですけれど、大の大人が分からないんですね。これが負け投資家の負けパターンということになってます。ハマってませんか皆さん。今年ファングプラス勢いよくね購入していた皆さん、このパターンにハマってませんかということにね、なるわけですよね。今回のこの下げが暴落なのかどうかっていうのはね誰にもわからない。ただの調整なのか、深めの調整なのか、逆イールド解消後の暴落につながっていくのか、誰にもわからないからこそ下がっていってる時に買えなくなる人間の心理、これをね理解していただいたんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。じゃあこういう時はどうすればいいんだという話になってくるんですよね。指をくわえて待ってるのかというと、そうじゃないということでね、いつも私のチャンネルでは言ってますように、下がりだしである程度下がったらね購入していくんだ。毎月ですか？違う。毎日購入をしていくんだということですね。投資信託のね、購入っていうのは、今日購入してもね、最短2営業日かかるわけですね。土日などを挟みますと、まあ3営業日、4営業日と伸びていってしまうということになってしまいますんで、今日ね、注文しても約定するのは2営業日ごと、そして当日15時を回って、申し込めばね、さらに3営業日後になってしまう。で、特に今日なんで土曜日、日曜日挟みますから、さらに遠のいていってしまうと、いうことに、ね、なりますので、もうここはね、毎日購入を続けていくというのがね、一番ベストな選択。いつまでですか？それは底を打って反転上昇して、皆さんのファングプラスの、その平均ストック価格と、ファングプラスの、価格が同一体になったら、毎月のね、積み立て投資でもいいので、そちらに戻していくと。ただもうね、トータルリターンが特にマイナスになってる人っていうのは、もう、買い増し。今まで、ファングプラス1万購入してたんだったら2万円、3万円購入していくというフェーズに入っていたということなんですね。ですけれど、いや、さん、そんなん言うても、もうファングプラス買おうお金ないよと、高い時に買っちゃったとね、言う人いてるでしょ。だから言ったんでしょ。私のチャンネルではファングプラスね、今年は高いから買いませんよと。安くなってからね、買えばいいんじゃないですかと。今安いなんて思ってませんよ。私はもっともっと安くならないとファングプラスは買いませんけれど、安くなるターンが絶対に来るんでね、逆イールド解消後、株価暴落した時ファングプラスなんて胃の一番に落ちるじゃないかということで、指数でね見ていった時 S&P500、 ナスダック100、ファングプラス、この3つで見ていった時にね、一番伸び率がある、一番早く上昇するのはファングプラスですよ。で、一番遅いのはね S&P500 ですよ。ナスダック100がその中間と、これは上昇していく時にもこの順番だったら、下落していく時もこの順番と。たまにね下落していく時にね S&P500 の方が早く下落するとかっていうね、わけわからんアンチがいましたけれど、まあ、最近そのアンチもね見ないので、まあ、最近ね、理解できるようになったんじゃないかなというふうにね思います。現実にねファングプラスが一番初めにね大幅下落していてますからね、ということになりますんで、上昇の時に買って、そして下落の時に買うお金がない人は、これをね反省点と受け止めて、労働収入からの入金力がねアップする、まあ12月の、ボーナスなどまでね、まあ、耐え忍んでいくと、その間はキリキリね胃が痛くなるのを我慢していくということしかないと、これもね負け投資家の負けパターンにはまってるという時ですよね。上昇していってる時に大量に購入しすぎて、下がっていった時に買うお金がわずかしかないというね、これもね負け投資家のパターンということになりますので、まあ、負ける人というのはねこのパターンにはまっていってるわけですよね。負けるべくして負けるということに、ね、なりますので、まあ、このパターンからを脱却していくためには簡単ですよね。高い時には買わない、安くなったら大量購入、これしかありません。
最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。